毎月の支出の半分をコスメに当てる女、どうも、アリちゃんです。はい、本日の動画はですね、コスメオタクが注目している、今 SNS で話題になっている新作コスメ合計6商品、正直レビューしていきたいと思います。まあ、新作商品って言ってもね、7月、8月あたりにね、発売された商品にはなるんですけれども、まだね、YouTube でレビューをしていなくって、結構 SNS で、ね、話題になってるなと思った気になった商品たちを今日は集めてみました。ぜひぜひ最後までご覧ください。それでは動画、スタートー。はい、そしたらまず一つ目の商品がこちら、コスメデコルテのフローレススキングローライザーです。こちら8月21日にコスメデコルテから新登場した化粧下地です。仕上がりはこれツヤタイプの下地らしいんですけど、光の効果で毛穴とか色ムラ、あとはねくすみとか、そういったあらゆる肌トラブルをカバーしてくれるらしいです。でサイズ感はですね、結構コンパクトサイズ、容量が 30g 入っていて、お値段がだいたい5000円ぐらいだったので、ザ・デパコス価格っていう感じの商品だと思います。で SPF が20で PA が2プラスです。で中身出してみるとこんな感じ。このままツーッと垂れていくぐらいにはすごくね、テクスチャーが滑らかです。伸ばしてみてもめっちゃ滑らか、なんかね溜まる感じが一切しないです。手のひら全体に伸ばしてみると仕上がりこんな感じ。カメラ越しからだとちょっと伝わりにくいかもしれないんですけど、すごくね表面今ツヤッツヤです。あとこの下地香りもついてますね。多分あのコスメデコルテの有名なフェイスパウダーとね同じ香りだと思うんですけど、すごい柔らかくてふわっと香るようないい香りがついていました。なんかねこうやって塗り広げ終わっても正直ねピタッという感じの密着感っていうのは控えめで、本当にずっと肌の上でとどまることなく伸び広がってくれるような、そんな使用感ですね。これすごい伸びがいいので、使用量はね本当に少しで良さそう。はい、まずはこちら側半顔塗り終わりましたが、仕上がりこんな感じ。まず仕上がりで言うと、この下地ね、カバー力はかなりナチュラルです。まあ、すっぴんと比較をすると、こっちの方がね、確実に肌が綺麗になってるなっていう実感はあるんですけど、毛穴とかはね、まぜまぜ見ると、まだね、確認できるんですよね。補正効果は確実にありはするんですけど、めちゃくちゃカバー力が高い下地っていうわけではなくて、ナチュラルに少しぼかしてくれるような、そのぐらいのカバー力でした。なんかね、塗り心地もすごく馴染む感じだったし、あとね、これ使用感がなんといってもめちゃくちゃ軽いと思った。そうだからね、なんかね仕上がりのこの感じも含めていい意味であんまり下地をつけてる感じがしないです。これ一応ね公式の説明文を読んでみると、この下地ツヤのおかげで、まあ、カバーとねトーンアップ効果ありますって書いてあるんですけど、個人的にはね、まあ、もちろんあるはあるんですけど、すごいカバー力とかトーンアップが強いっていうわけではなくて、あくまでもナチュラルな仕上がりだなっていう風に感じました。仕上がりのツヤの質感もこんな感じで、まあ、感じはするんだけれども、すっごくツヤツヤっていう感じではなくて、ツヤの出方もねナチュラルだと思います。ちなみにコスメデコルテの下地といえばロージーグローライザーもねすごく大人気だと思うので、こっちにねつけてみて並べて比較していきたいと思います。まず色味に関してで言うと、こっちの新作はホワイトに少しベージュがかってるようなカラーだったのに対して、ロージーグローライザーはね結構ガッツリとピンクベージュカラーですね。でこっちもねすごく滑らかで、それはね共通ですね。共通なんだけど、なんかね、なんて表現したらいいんだろう。こっちのロージーグローライザーの方が、ちょっとね、リキッドっぽい滑らかさ。で、今回の新作の方が、クリーミーな感じの滑らかさ。両方とも滑らかなのは共通なんだけど、滑らかでもちょっとなんか質感が違う滑らかさっていう感じがします。で今比較をすると、個人的にはねロージーグローライザーの方がちょっと密着感は感じるかも。はい、それぞれにつけてみましたが、仕上がりこんな感じです。
同じブランドから出てるツヤタイプの下地ではあるんですけど、この2つね結構仕上がり違いますね。まずツヤ感で言うと圧倒的にロージーグローライズの方が分かりやすいです。こっちの方がもう分かりやすいザツヤ肌っていう感じの仕上がりで、今回の新作の方が自然な柔らかいツヤっていう感じですね。まずそこが一番分かりやすく違う気がする。でカバー力に関してもね、個人的にはやっぱねツヤが強いせいか、こっちのねロージーグローライズの方がしっかりカバーされる感じはするかも。でさっきも言ったように新作のこっちの方が結構柔らかいマイルドなカバー力っていう感じ。でも使用感の軽さっていうところで見ると、やっぱりねロージーグローライザーに関してはしっかり化粧下地を塗ってますっていう感覚だったんですけど、今回の新作の化粧下地に関しては本当にね化粧下地感がいい意味でない、とにかく滑らかで軽い。使用感の心地よさっていう観点では今回の新作の方が優秀なように感じました。しっかりツヤ感も出して肌悩みもカバーしたいっていう方はね、引き続きこっちのロージーグローライザーの方が相性いいかなって思うんですけど、もうとにかく自然な仕上がりで、そして軽い使用感のね化粧下地が欲しいと思ってる方はね、新作のこっちの方が相性いいと思います。はい、お次の商品がこちら、ディオールショーサンククルール423番のカラーです。ディオールのアイコンアイシャドウサンククルールがですね、8月の18日になんとリニューアルをしました。はい、ということでね、こちらがリニューアル後のアイシャドウなんですけれども、今回のリニューアルで大きく3つのポイントが進化しておりまして、まず1つ目がリニューアルでより軽やかな質感に進化しました。2つ目が新色も加えて合計16色展開にアップグレードしました。そして3つ目がアイシャドウケースもよりスタイリッシュな形にアップグレードしました。まずパッケージ比較です。リニューアル前とリニューアル後、大きさ自体は変わってなさそうなんですけれども、まずはねこのディオールのアイコンのロゴマークが変わりました。そしてこのまま横にすると、蓋を開ける部分もリニューアル前とリニューアル後でデザインが変わっています。付属チップは今まではダブルエンド型が2つ入っていたのに対して、リニューアル後は持ち手部分が長くなった単品タイプが2つに変更されていました。でアイシャドウの質自体はリニューアル後の方がアップグレードはしているものの、中身のパッケージや構成はリニューアル前もリニューアル後も変化はありませんでした。はい、そうしたら新色の423番実際に目元につけていきます。ちなみに423番のカラーはこんな感じ、柔らかいオレンジブラウンシャドウですね。はい、塗り終わりました。仕上がりこんな感じです。この423番のカラーに関してはもう見てわかる通りイーベ春向きカラーです。パッケージで見た時は結構ねカラー自体が柔らかいカラーだなって思ったので、ちゃんとね発色するかなって思ったんですけれども、合わすぎず濃すぎない発色だったので、この通りねさっと塗るだけで簡単に決まることができました。あとこのアイシャドウね実際塗っていて思ったのがね、これすっごいすごい粉質が柔らかいです。それこそ左下のカラーとかね結構キラキラしたスパークルカラーだったんですけど、直接ねその色を指塗りしてもこの通りラメ落ちなどは全くしていません。これはねさすがディオールクオリティですよね。このスパークルカラーをねつけたおかげでまぶた自体はすごくねキラキラうるうるなんですけど、これ粒感がね全然粗くないので、すごい上品なうるつやまぶたに仕上がることができました。はい、そしたらお次紹介する商品がこちら、ロム&のハンブローカラー6番ベリーオーキッドです。はい、こちらロム&から出ている大人気のアイブロウマスカラなんですけれども、今年の7月27日に新色4色が新登場しました。で新色4色のうちさらにねその中の2色が日本限定カラーになってるらしいんですけれども、今回はねその日本限定カラーの6番ベリーオーキッドというカラーをレビューしていきたいと思います。このロム&のマスカラはとにかくしっかり色がつく、そして仕
ながりがすごく自然な毛流れが作れると SNS でかなりねバズっている商品です。開けてみるとブラシサイズはこんな感じ。大きすぎず小さすぎず平均的なサイズ感だと思います。そんなロム&から出ている日本限定カラーの6番を出してみますが、カラーこんな感じ。メーカー公式には弾けるようなビビットプラムカラーと記載されています。うん、確かに結構しっかりプラムで、質感としてはふんわりマット系です。じゃあまずはこちら側半分のみにつけてみます。おお、めっちゃしっかり色づく。一塗りで全然色づきますねこれ。はい、こちら側半分のみにつけてみましたが、仕上がりこんな感じ。塗っていない方と塗った方違い一目瞭然ですね。ロム&のアイブロウマスカラそんなにねお高くなかった気がしてるんですけれども、しっかりねこの通りアイブロウマスカラとしての効果を発揮してくれていました。で、仕上がりとしてはしっかりね赤みは感じはするんですけど、でも自分が想像していたよりかは結構日常使いできる程度の赤みだなっていう風に感じました。結構手元にね出した時は発色がすごく良かったので、カラーマスカラよりかなって思ったんですけど、こうやって実際につけてみると全然ね日常使いできる範囲内の仕上がりかなという風に感じました。で、乾いたので実際ね上から軽く眉毛触ってみるんですけど、やっぱねロム&のねアイブロウマスカラはねパリパリ感が控えめなんですよね。まあもちろんね何も塗ってない方と比較をしたらちょっとね気持ち少しはパリッとはするんですけど、他ブランドのアイブロウマスカラよりかは確実にパリッと感が控えめです。それが控えめだからこそ実際にアイブロウマスカラを塗ったとしてもそんなにねなんかべったり感が出ないというか、自眉の自然な毛流れは整えつつも色がつくようなそんな仕上がりがねできるんだと思います。このカラーは日本でしか売ってないらしいので、気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。はい、そしたらお次の商品がこちら、ヘラのセンシュアルヌードグロス462番のカラーです。はい、大人気韓国コスメヘラからですね7月19日に新作のリップが登場しました。そうで、このリップですね、メーカー公式説明文にはボリュームメイクリップグロスって記載があって、ツヤ系のリップらしいんですけど、塗ることでねしっかり唇のボリューム感もアップしてくれつつもベタつき感はね結構控えめで、とにかく密着力もいいらしいです。開けてみるとチップの形はこんな形。あ、結構チップは小さめですね。コンパクトサイズです。はい、で、特に人気のあった462番のカラーを出してみると、こんな感じのカラーでした。色味に関しては結構深み強めのブラウンレッドっていう感じで、で、確かにこのリップ、ツヤ感すごいですね。もうちょっとね、角度をつけるだけで、この通りめちゃくちゃツヤンツヤンです。で、こうやって触ってみると少しね、オイルっぽさも感じますね。これ、色持ちどうなんだろう。ティッシュオフしてみます。はい、ティッシュオフしてみるとこんな感じ。まあ気持ち血色感程度には残っているものの、ほぼほぼね色残りはしてないと言っても過言ではないですね。で、このリップですね、プランプ効果があるらしいんですけど、その影響もあってかね、ちょっと香りはミントっぽいような爽やかな香りがついています。462番仕上がりはこんな感じ。実際唇につけてみてもこの通りめちゃくちゃツヤが出るリップでした。このリップ質感めちゃくちゃ可愛くないですか。ツヤもこの通りしっかり出てるし、あとはねやっぱこのリップね多分オイルもねしっかり配合されてると思います。保湿感もすごい感じる。で、さっき言っていたプランプ効果に関してなんですけど、確かにねこれ使用感はちょっとスースーします。ピリピリするね痛い感じは全くないんですけど、スースーする爽やかな感じはちょっとあるので、プランプ効果にね少し敏感だよって方は気をつけた方がいいかもしれない。でもなんか個人的にはねこのリップ1本でしっかり発色もしてくれてるし、質感もめちゃくちゃ可愛いし、なんか保湿感も結構しっかり感じるし、あと私はねプランプ効果好きなので、トータルしてみると個人的にはね結構このリップ好き。そう、まあなんですけど多分ねこのリップ色の点に関してははい、この通り。やっぱあんまりないですね。まあ、これね、さっき調べてみたらティントではないらしいので、まあ、色持ちにね、期待して使う感じのリップではなさそうです。これでね、色もね、持ってくれたらもう個人的にはもっと文句なしだったな。これは可愛いです、皆さん。めっちゃおすすめ。お次紹介する商品がこちら。ジュディドールのフィックスハイライトパクトです。はい、こちらはですね、人気中国コスメジュディドールから新しく誕生したハイライトなんですけど、実はね、ちょっとこれ
で変わっていまして、開けてみると中身がじゃん、こんな感じ。この商品パウダータイプのハイライトとクリームタイプのハイライトがセットになった商品なんです。このパウダーとねクリームを一緒に、ね、合わせて使うハイライトって結構新しくないですか。ちなみに全2色展開で、こちら1番ストロベリーミルクがブルベさんから、こっちの2番オーツミルクラテがイエベさん向きカラーとのことです。1番2番装置それぞれ出してみるとこんな感じ。上がクリームタイプで下がパウダータイプです。で、付属のパフはこんな形をしていて、ちょうどね人差し指にスポット入るぐらいのサイズ感で、メーカー側の推奨の使い方としては、こっち側の丸みの部分にクリームタイプのハイライトを、こっち側の尖ってる部分にパウダータイプのハイライトをつけることがおすすめされているみたいです。で、この商品使い方としては、まず最初はこっちのクリームハイライトの方を目の下、小鼻、口角のへこみの部分につけてくすみを飛ばしていくらしいです。そしたらお次、こっちのパウダーハイライトを重ねて使って仕上がりのふんわり感とか、あとは輝きをねプラスするっていう使い方が推奨されているらしい。ちょっとねだいぶ上級者さん向けのハイライトかなとは思うんですけど、じゃあ実際にやっていきたいと思います。まずはこの付属のチップの丸い方を使ってクリームハイライトを取ります。ちなみにねこれ取ってすぐね直接顔につけるのではなくて、一回ねこうやって手の甲とかになじませて量をね調整するのが推奨されていました。そしたらこのほうれい線の部分と口角のここのくすみと、あとは目の際のクマの部分につけていきます。そしたら今度は持ち手を変えて、こっちの尖ってる部分にパウダータイプのハイライトをつけていきます。こっちにつけて、そしたら今クリームをつけた方をぼかす感じでなじませていきます。こんな感じで使い方合ってんのかな、とりあえずやってみます。はい、一旦ですねこっち側のみにつけてみましたが、仕上がりこんな感じです。目元のここあたりとかをね比較すると、ちょうどねこっちの方が少し明るくなってるの伝わりますかね。あとは口角のここの部分のくすみ感とかかな、伝わりやすいのは。カメラ越しからだとちょっと違い分かりにくいかもしれないけど、肉眼で見てみると確かにつけた方がちょっとね明るくなってハイライト効果は感じるかなとは思いました。なんだけれどもね、正直やっぱちょっとこれ使い方は難しい。そう、この商品ね初めクリームを先に塗って上からねパウダーでぼかって書いてあったんですけど、すごい正直な感想を言ってしまうと、ちょっとねパウダーだとぼかしにくいなって感じたのがまず1点。あとね2点目に関しては、やっぱりねこういった目元周りとかだとちょっとねその小じわとか気になるのと、あと私ねここのほうれい線の部分にもつけたんですけど、ほうれい線に関してはね少し毛穴落ちしちゃったんですよね。まあ、これに関してはね商品が悪いっていうよりかは、使い方をちゃんと使いこなさないとこの商品の良さを感じにくいんだろうなっていう感じの商品でした。ちょっともう一回こっち側でリトライしてみようかな。ちょっとじゃあ次はもうクリームはクリームで一回完成させて、その上からパウダーでぼかしてみようかな。あ、やば、こっちの方がぼかしやすい。もしかしたらこれが正解なのかも。まずはクリームでも完全にぼかしきってちゃって、でもこれだけだとクリームの方はね結構発色が分かりやすいので浮いてしまっているので、上からパウダーをつけてなじませるってことかな。はい、こっち側にもつけてみました。クリームタイプはクリームで伸ばしきって、その上からパウダーをつけた方がねまだ塗りやすいなっていう風に感じたので、多分ねこっちが正しいやり方だと思います。まあ、なんだけれども両パターン試してみて思ったのは、やっぱりねこのハイライト結構難しいかもしれない、使い方は。まあ、でもこのハイライト発色自体はね普通のハイライトよりも圧倒的にいいなっていう風に感じたので、そう、このぐらいねしっかり発色されるんですよ。なので顔全体的にねしっかりと立体感を出したいとかツヤ感を出したいっていう方にはね相性はいいんだと思います。なんだけれども使い方はちょっとコツは必要。はい、そしたらいよいよ最後に紹介する商品がこちら、シュウウムラのアルティムエイトスブリムビューティークレンジングオイル N です。はい、なんとですね、あのシュウウムラの大人気クレンジングが6年ぶりにリニューアルをしました。で、今回リニューアルをしたことで今までよりもよりねスキンケア効果が向上したらしくって、潤い、滑らかさ、輝き、肌
張り、毛穴の目立ち、透明感、ごわつき、肌の揺らぎ、合計これら5つの肌悩みにアプローチをしてくれるらしいです。まあもうこのクレンジングに関してはね、すごく有名商品すぎて1回はね見たことあるよって方が大半だとは思うんですけど、なんでねこんなにも有名というか人気になったかっていうと、個人的にはねやっぱこのクレンジングってしっかりと洗浄力があるんだけれども、洗い上がりはね突っ張り感がかなり控えめなんですよっていうところと、あとはね個人的には毛穴の黒ずみにね結構効果を感じられるクレンジングオイルだと思います。そのねやっぱ2つが優秀なので、このクレンジングはねすごく人気になったんじゃないのかなって個人的には思ってるんですけど、そんなねクレンジングのスキンケア効果の成分がさらに高まったらしいです。パッケージに関してはリニューアル前もリニューアル後もそんなに大きな変化はないように感じます。ですいません、これね本当はリニューアル前と後で比較したかったんですけど、もうすでにリニューアル前の方のね商品の販売が停止しちゃってるらしくて、ちょっと比較はできないんですけど、でもねおそらくパッケージに関してはリニューアル前と後もね変化はないはず。私リニューアル前もねこのクレンジングかなり愛用していたんですけど、テクスチャーに関してはねすごく大きな変化はないように感じました。水っぽいテクスチャーなんだけど、でもねオイルっぽさも残るような使用感で、これ香りもついてるんですけど、香り自体もねリニューアル前と変化ないように感じました。この商品リニューアル前も洗浄力はすごく良かったんですけど、一応ねリニューアル後も洗浄力調べていきたいと思います。ウォータープルーフのアイライナー、濃いめのアイシャドウを、ウォータープルーフのマスカラ、リップティントです。はい、洗い流すとこんな感じ。ほんの少しだけウォータープルーフのアイライナーが残っていますが、でもねこの通り全体的にはスルッと落ちたと思います。私もこの商品もう何日間か使ってみたんですけど、正直ねその使用感とかテクスチャーとか、あとはなんか洗い上がりの感じだったりとか、そういった部分でもうリニューアル前と後ですごく分かりやすい違いがあるかって聞かれると、個人的にはねそんなすごい分かりやすい違いっていうのはないのかなというふうに感じました。まあ、なんだけれどもね実際成分としてはそのパワーアップをしてるっていうのは事実だと思うので、まあ、リニューアル前のシューのクレンジングがね好きだった方だったりとか、あとはオイルクレンジングのように洗浄力はしっかりあるんだけれども洗い上がりはね突っ張らないタイプの商品が欲しいと思ってる方だったりとか、あとはクレンジングと一緒に毛穴の黒ずみ対策もしたいと思ってる方、そういった方にねこの商品は相性いいと思います。はい、以上でコスメオタクが今注目している SNS で話題の新作6商品正直レビュー終了になります。いかがだったでしょうか。1個でもね気立たものがあったらぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったよとか参考になったよって方は高評価とチャンネル登録していただけるとすごくすごく嬉しいです。はい、ということで皆さんじゃあまた次のね動画でもお会いしましょう。バイバーイ。